さあ皆さん、もうちょっとでヤツが現れます。モイスティーママン。どうもチャップです。フォートナイトをプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、誰でも簡単にお化けになる方法があるんだよというのをねご紹介したくてこの動画を撮っております。ということでね、頑張っていきましょう。まあね、これお化けになれるやり方が実装されてからだいぶ時間経ってるんで、もう皆さんはご存知だと思うんですけれども、とりあえずね、この汚染された紫の範囲にこんにちはしてください。ここにさえ入ることができたならばもう誰でも簡単にお化けになれますからね。で、この宝箱を誰にも取られへんように見つつ、はい、OK ですね。はい、独占状態チャップだよーということで、武器がしょぼいですね。ファーストと、ん？ん？あ、お化け、お化け、誰か普通におる人、普通にいとるやん。びっくりしたやん。めっちゃ食らうやつやん。シンプルに食らうやつでした。ということでね、動画の見せ場ができました。感謝縁にということで。それでですね、今回の動画のテーマなんですが、もうデスしそうっていうテーマですね。シンプルに。シンプルにもうデスしそうやっていうこと。はい、倒せました。よっしゃということでね、まあそんなんどうでもいいんですけど、とりあえずね、この紫のね、僕が今印を立てている汚染エリアに行けば、誰でもね、幽霊になれます。ただこの空島がある場合はダメなんですよ。空島が過ぎてしまったエリアに行くとお化けなれるんですよ。でね、ここに行くとほら、いっぱい売ってるじゃないですか。この紫のルービックキューブみたいなやつね。このナスのルービックキューブみたいな。ナス味のルービックキューブ。回すだけじゃなくて、舐めたらナス味の味がするよみたいなさ。ルービックキューブありますやん。これを取るんですよ。取ったらあら不思議、誰でもお化けになれまーす。ということでね、キューブの力を得てお化けになれるわけです。すごいでしょこれ。これね、めっちゃすごいんやで。こうやってシューって早いしね、こうやってワープできん。ほら、ワープワープっていうかね、透明になってね、壁をすり抜けたりすることができるんですよ。それがね、また面白いんですけども、この体力でいたら多分やられますね。しまなみにね、撃たれたら食らえますからねこれね。で、こうやって解除して戦えることができるわけなんですよ。ただ食らうんですよねこれね。一回帰りましょう。もうこの体力やったらもう負けます。はいはいはい、逃げましょう。ごめんなさい。あ、でも80、あ、そうか、スラブジュースのね、だからある程度元気なんですね僕はね。あー、ブナチャップや。ということで、まあこれで遊べるわけなんですよ。ゴーストになったら、まあ移動速度とジャンプ力が速くなるかな。ほんで、ちょっとだけやったらすり抜ける能力を得ることができるんですよ。ただね、時間制限があるんで、それも注意していただきたいとこかなということで、ちょっとじゃあまあ移動しましょうか。アイテム欲しいんでね。じゃあちょっとお化けモードでね、シュイーンと地味にこうやって楽しみながら、あの横のお家まで行きましょうか。いつもやったら早送りしそうやけど、まあお化けタイムを存分にほら味わってください。これすごいでしょほら、これ地味にワープできますか、これシューンって。ほら、このワープしてる時やったらちょっとね、すり抜けることができるんですよ。やってみましょうか。この木とかすり抜けれますよ。本当やったらこうやってぶつかるんですよね。痛ってなるわけなんですけど、これ使うと通り抜けれると。ほらすごいでしょでもね、これ微妙な距離、ほんと一瞬なんですよ。見てもらったら分かるとおり、これシュッてほら、この一瞬しかできないんで、長距離は移動できへんから注意してくださいなということで、まあここ乗りましょうか。これ誰もおらんのちゃうか。アイテムとか取れるんで、まあいいかな。ほんで注意しとかなあかんなね。ダメージが食らうんでね、そこはちょっとヤバチャップかなということで、チャップモード入っておきましょう。まあ誰もおらんかな。じゃあここゆっくり探索しときましょうか。もう何気に2キル取りましたもんね。もう十分ですよ。このままね、ビクトリーロイヤルミルクティーがあわよくべ、飲めたらなっていうことなんですよ。噛んでますけどね。あわよくべってなってますけどね。何のべやねってなってますけれども。まあ頑張っていきましょうか。まったり。まあでもアーマーかなんかがちょっとね、あればいいんですけどね。体力83と地味に食らっちゃう。あ、アーマーある？アーマーこれ、ひっつき僕、アーマーですね。イエーみんな大好き。アーマーを飲んで元気いっぱいやーいうことで飲んで、アサルトライフ変えていきましょう。これでですね、あとでっかいアーマーかなんかがポロンと取れれば、僕はもうほんまにチャップ無双ね、ほんまにチャップ無双ができるようになるんですが、あ、ショットガンもあんのか。どうしよう、これ大丈夫かな。この匂い玉、このスカンク玉捨てといてですね、嵐のオーディションも早く行っとかないとね、オーディションに落ちそうなんで、この辺宝箱とかないかな。あったらいいんですけど、チャップモードは？あ、なさそうやな。なんかあんまり宝箱の音が聞こえなチャップやったような気がするんで、ちょっとさっきこのでっかい大型施設見ていきましょうか。あ、え、開けられてる。ん？待て。でも、宝箱の音がする。
開けられてるけど宝箱の音がする。なんで地味に立ち寄りはったのかな。それとも今来はった。チャップモードは、いや多分大丈夫やとは思うんですけどね。なんかあんまり反応がないですね。あれかな、取り忘れてたんかな。宝箱を見失いチャップで取り忘れチャップやったんかもしれませんね。それが地味にこんにちはしてたか。ハンドキャノンせいでこのショットガンに一応しておきましょう。エイムがおじいちゃん用にね、この連射できるショットガンも持ちつつ、あ、でも地味に漁られてるんですよね。なんか中途半端になんか地味に漁られてるような形跡が出ておりますが、まあ特にあれかな、僕は命の危険性には脅かされてないかな。これスコープ付きか。サブマシンガンの方がいいかな。これ、まあ、いっか、スコープ付き。使わんねんな。やっぱやめときましょう。いや、結局やめんの言うことありますけどね。まあ、ちょっと苦手チャップやねんな、スコープ付きも。サーマルやったらいいんですけどね。じゃあ、嵐のオーディションに入っていきましょうか。そうやな。いつもやったら早送りモードに入ってるんですけれども、ちょっと休憩も兼ねてチャップモードならぬチャップタイム入りましょうか。じゃあ何かあれば動画が始まりますけど、何もなければこのままねチャップタイムの方入っていきたいと思います。ここで戦闘が行われたんですね。皆さん見てくださいよ。非常に嵐のオーディションが危険なんで、あのジャンプパッドで空飛びますよ。もう誰でも簡単すぐに逃げれるよう安心安全のジャンプパッドくんをね展開していきたいと思います。これでこれしてこれで置いて、さあこれで嵐のオーディション行きましたね。危ねえ。めちゃくちゃギリギリでしたね。でもこれで皆さん安心してください。嵐のオーディション、ジャニーズのオーディションね、モイスティーママ受かりました。はい、セーフでーす。危ねえな、ほんまギリギリやったんこれ。危なチャップやね。ジャンプパッドをちょうど取れててよかったなということで、じゃあここの家探索して、目の前にねほらまたここ汚染エリアがあるんで、ここに入ってですね、あれしましょうか。またゴーストになりましょう。お化けになりましょう。ハロウィンモードになりましょう。今フォートナイトね、ハロウィンでいろいろね、なんやろ、ハロウィン仕様にしてくれてるんで、それを楽しもうという回ですね。いや、いいのありますやん、スラープジュースやん、みんな大好きスラープジュースということで、もうショットガンこっちにしておきましょうか。アサルトライフルにしましょう。もう行きましょうか。ちょっとお化けで嵐のオーディションまた行きたいと思いますね。これアンテナお化けモードでしょ、まあ、これが楽しいんですよ。普通に歩いてるよりも移動速度は速いんで大丈夫ですよ。まあ、奇襲をするときとかいいかな。こうやってバレへんように行ってこう近づいて、これで距離近づいてお化けモードを解除して撃つみたいな。ただお化けモードを解除するときにちょっと隙ができるんでね、自分が立ち回りやすいところで的確に発動するのがいいなということで、ほら皆さん喋ってたらね、いい感じですよ。ほら、お化けモードをこうやって存分に堪能してもらってたらですね、ほら、来ました来ました。嵐のオーディションにも入りましたよ。もう全部アイテムとか取られて何もないけどな。あ、そこそっちいますね。じゃあそこ多分今建築したばっかり多分おると思う。あ、ほら、目の前にいますでしょ。あの人でもちょっと軽く戦いましょうかね。勝てるかな、ちょっと不安ではありますが。ちょっと待って。バレるかな、バレる。あ、いけるけ、一発当たった、一発当たった。よし、一発当たったぞ。とりあえず一発当たったぞ。一発当たった、チャップだよ。ここに隠れろ、ここに隠れろ、チャップだ。あ、結構やばかった。めっちゃ食らった。今危なかった。モリモリ食らわされたね。あ、で、いや、いい感じ、いい感じ。地味にダメージ削れてる。はい、削れてるよ。いいよ、削れてるよ。削れてるけど、ちょっと待って。アーマーのもっとさ、美味しいアーマー飲んでですね。降りてきやろうか、やる気やろうか、いけるか、ちょっとやばい、ちゃんと建築しよう、ちゃんと、あ、なんか、誰か飛んでない？なんか誰か飛んでたチャップっぽかったんですけど、大丈夫かな、これ。いやー、オッケー! チャップモードは？大丈夫かな？うわ、ぶねえ！ギリギリ勝てましたね。ほんま、命がけの戦いっちゅうのはまさにこれ。あ、ちょっと待って、チャグジャーグしたいんで、ちょっと待ってくださいね。これはこんなところでデスするわけにはいかないんで、ちょっと待って、ちょっとちゃんと建築場。で、蓋も閉めて、大丈夫？チャップモードは？やった！ラッキー！チャグジャグやん！あ、屋根開いてるやん！しゃがんどきましょうか。いやー、ギリギリいけましたね。いや、お化けモードがさえ渡り、チャップですよ。さ、チャグジャグ飲んで、フル回復して、体力も、はい、元気だよー、いうことでね。ちょっと待ってよ。でもね、これ出た時とかね、近くにおる可能性もあるからね。敵の獲物がね、
僕のことを狙ってる可能性もあるんで、このいかついスナイパー取らせていただいて、リロード挟んで、リロード挟んで、リロードオッケー、リロードオッケーこれでいけんちゃいますかね。まあ、体力とアーマーが 100% になったっていうことが僕の中ではすごい大きいんですよ。大きいんですけど、上手い人と戦ったら負けると思うんで、まあ慎重にね慎重に行きたいと思います。ということで、じゃあまた何かあるまでチャップタイム入りましょうか。嵐の範囲に向かっていくんで、チャップタイム入りましょう。はい、ということで皆さん、無事嵐のオーディションには入ったんですけども、めちゃくちゃ敵の人来てるめちゃくちゃ敵の人来てびっくりチャップやでーということで、ここにも いらっしゃいますやん。コネ、ちょっと待って、ちょっと待って、コネじゃねえけん、コネじゃねえけん、やばい、なんでどこで戦ってん、ちょっと待って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 、怖い、こんなことあります急遽始まったバトルでこんなことありますいうことで、なんか1キルできましたね嵐のオーディション来るまでここで休憩してたらね、獲物が2匹来ましたということで、また1キル取れて、またチャグジャグやで、今日僕運あるで、だいぶモイスティーマーマンの運を僕は感じ取ってるんですよ。今もんまにだいぶモイスティーマーマンやんななってるんだよね。もう噛むぐらいなってるんで、しっかりリロードしていきましょう。これでね、皆さんにもう一つ情報があるんですけど、目の前にね、あそこにレンガの家あるでしょ、あそこにね敵の人おるんですよ。僕知ってるチャップなんで、ちょっとコアチャップなんでね、これ逃げていきたいと思います。あ、なんか上ですごい建築や、うわー、あんな人と戦ったらこれ負けるわー勝てるビジョンが全く見えまへんいうことで、うん、じゃあ僕はまあこっちらへん行きましょうか。こっちから地味に回っていって、また嵐のオーディション入って、多分敵の人もいないと思うんで、なんかあったらね、またあの動画再開したいと思いますよ。チャップタイム。あ、なんかロケランが追ってますね。これ誰かやられチャップなんですかね。じゃあこれだけ取って、で、スラップジュースとこれを交換して、くだらしょ、これで逃げ切りましょう。イエーイおー、残り物には服がチャップ。あの上で今建築してありますね。これ僕の何回も見まして、これ僕の蜘蛛の糸ですからね。いや、何してん、いうことありますけれども、あと僕以外3人ですね。まあ、まったりね、まったり行きたいと思うんで、またチャップタイム入りましょう。あ、見られてる見られてる見られてるやつ、撃たれる思った見られチャップで撃たれチャップやなーと思って、チャップタイムで休憩をしようと思ったら、僕は今ゆっくりゆっくりまったり休憩をしようと思ったら、僕勝負を挑まれた。ちょっと待って、え、なんかここの建築、え、建築貫通すんねんけどもう建築バグって上登られへんやん。後ろ誰かおんのかな、それ登られへんやつやん。誰が見ても誰が見ても分かる、登られへんやつやん。おい、ちょっと待って、何ロケラン、ロケラン、ちょっとよく分かんない。あの人もロケラン持ってんのか。誰がこおらんよな、ここ。あ、え、おるやんけ、ここ絶対おるやんけ、ここ、これめちゃくちゃ建築されとるやん。おるやん、おるやつやんいますやん、めっちゃね、ここめっちゃいますやん、そこめちゃくちゃいらっしゃいますからね。でもそっちからも来てんのか。やばいやばい、忙しい、やばいやばい。オープン、オープンチャップ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 、オープンザ、オープンザチャップ、オープンザチャップからの回復チャップからの、そこにおりゃん、こんにちはチャップにしときましょうか。うん、大丈夫か、うん、大丈夫か。頑張れ頑張れ頑張れ、やられてるやられてる。ここにもおるぞ、ここにもおんね、ここにもおんね、痛い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 。ちょっと待って、後ろにもおんね、後ろにおんね、やばい、いろいろおんね、いろ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 、よりどり緑、チャップが緑いっぱい最後で、よいしょよいしょ。どこ行った、そこおんねおんねおんね、おってこいおってこいおってこい、カモン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 、おーどこ行った、どこ行った、どこ行った、イエーオッケーやうん、ちょ待って、いちいちちゃうか、いちいちちゃうか、待て待て待て、どこ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 から、どこ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 から、待て待て、どこから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 撃ってんの、どこからですか、どこからですか、どこから、あ、そこおるか、そこ、うわー、ロケラー上からロケラン来た、シンプルなやつやん。外国番長、外国番長ちゃう、骸骨番長にやられたやつやん押しチャップということでね、まあ皆さん存分にね、ワンちゃんも吠えているし、たくさんたくさんお化けにもなれたから、僕はめちゃくちゃ満足やったよ。なんやこの景色ははい、ということで、惜しかったです。ロイヤルミルクジ、惜しかった。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。